午後4時半前です船の真ん中あたりの穴から潜水士を乗せたエレベーターが降りています潮の流れが早いのでしょうか太いワイヤーが横に揺れているのが確認できます知床半島沖で起きた観光船の沈没事故今日午後1時から潜水士3人を乗せた水中エレベーターを海底に降ろす予定でしたが潮の流れが速く 2時間半遅れの午後3時半から作業が始まりましたおよそ1時間かけて水深100メートルの地点まで降りた後潜水士による捜索が本格的にスタートしました潜水時間は1日最大5時間で2日間かけてカズワンの中に人が取り残されていないか捜索します また同時に引き上げに向けた船体の調査も進める予定です船体が右に大きく傾いたまま沈んでいる「カズワン同型の水中カメラは開いていた左側のスライドドアから入り内部の様子を撮影していましたこのとき客室前方を撮影した画像がこちらです関係者によると 普段は青いいの中にライフジャケットがしまわれていたそうですさらに2階の操舵室を窓越しに撮影したのがこの2枚2つの画像をつなげると操舵室全体が確認できますが水中カメラによる捜索では行方不明者の手がかりとなるようなものは発見されませんでした。元 海上自衛官の飽和潜水員は、知床沖の海流が早いことが、捜索を難しくする可能性があると指摘します海流が早いっていうのは、すごい、その船もあの、飽和潜水用のシステムを乗っけている船もそうですし、ダイバーも、えー、とすごくこう危険、100メートルから、うん、そのカプセルだけ降りてくると、海の波とか、えー、と流れとかあると。 ぐわんぐわん揺れちゃう。ぐる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 回っちゃうんで。それがここに、その人生の近くにとど留めておくのも多分大変だろうし、まあ、そこから人が出て行って探すっていうのも大変になる。